今から青のシンフォニーに乗ります。こんにちは、青のシンフォニー乗ります。こんにちは、今回は吉野駅から観光特急青のシンフォニーに乗って近鉄大阪阿部野橋駅に向かいます。青のシンフォニーは近鉄南大阪線一般車6200系を改造し、2016年9月10日に大阪阿部野橋駅吉野間を営業運行した観光特急です。乗車前にちょこっと記念撮影。車内は高級感ある大人の上質な空間になっています。今回はテーブルのあるサロン席を予約していました。広くていい感じです。先頭車両から出発の撮影をしたのですが、実は小窓のみで正面は見えない仕様になっていました。お昼ご飯は吉野の柿の葉寿司を食べました。近鉄の観光特急青のシンフォニーの紹介をしたいと思います。こちらの照明すごくおしゃれですね。これは外から見た時にこの電車に乗りたいなと思わせるための照明らしいです。カーテンもとてもおしゃれ。これは裏もおしゃれになっていて、照明と同じく外から見たお客様に乗りたいなと思わせるためらしいです。こちらの布はピペリアといってピーマンをイメージした感じらしいですよ。この山3つは吉野の山をイメージした感じで、ここもおしゃれですね。金糸の刺繍が入ってます。ここにも3つの山が入ってますね。そしてこれ肘掛け収納もできてとてもいいですね。ここに使われているのはこの吉野沿線の竹らしいです。こちらにもあります。これも竹です。ここは実はカーブになっています。こだわりらしいですよ。そしてこちらはアルミの薄い板に木を張ってレーザーカットしてあるらしいです。ここもとってもこだわりのポイントらしいです。ここも真鍮のネジが入っているらしいですよ。あとコンセントもあります。座席の前にテーブルがあるのはとてもリラックスできていいと思います。この席はちょっとだけ貸します。こっちに向かって走ってるんですけど、その場合はここは販売はしていないらしいです。これは窓に向かって 22.5 度傾いているらしいですよ。続いて車内も探検したいと思います。見るだけいいですか？ちょっとご覧くださいませ。車内メニューはこんな感じです。今回は営業時間に間に合わなかったので、次回のお楽しみにしたいと思います。お一人様1枚いただけるので、3枚もらいます。ありがとうございます。シールもらった。ありがとうございます。ありがとうございます。これは鉄でできていて
ちゃんと危なくないように角が取ってあるそうです。照明はスワロフスキーでキラキラです。あーい、確かに窓がここまでなのは電柱とかが目に入らないようにあえてしているらしいですよ。電線だな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、ここ座ってみよう。ほら、電池があるよ。あるよ。うん、よかったね。ちなみにベンチ前には旅を彩る本を読むことができます。では席に戻ることにします。アベノハルカスが見えてきました。終点大阪阿部野橋駅に到着。撮ってる人いるよ外に。ほらみんなお写真撮ってるわ、ね、ママちゃんかわいいって撮ってる。ご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録いただけると励みになります。ぷちょぷちょね。